旭川市の公園で今年3月女子中学生が遺体で見つかり市はいじめが疑われる重大事態に認定しました第三者の専門家による委員会の初会合では正確な聞き取り調査をするため精神科医や弁護士などを新たに選任し8人の委員でいじめの有無などを調査することを決めました の意向をしっかりお聞きして、公正忠実な立場で答えていけるような調査を進められるといいんじゃないかなとは思っております。調査結果は、11月末をめどにまとめられる予定です。